初心品による方針例の光景。白地に金色の刺繍を施された財布を着ている二人がタスク祭。左手前に大きく写っている濃い緑色の財布を着用した人物と、イコノスタシスの向こう側のイタリ聖書の奥に小さく写っている人物が司祭。イタリ聖書の宝座手前で水色の財布を着用し、宝冠を被って宝爺に当たっているのが主教である。 聖教会では祭日ごとに、祭福の色を統一して、用いるのが一般的であり、このように初心品が別々の色の祭福を用いるケースはそれほど多くはない。また、祭福をこのように乾燥するのは、写真撮影などの特別な場合を除いて、抗議等の場面に限られている。新品とは、新品機密において主教から助成された聖教会の聖職者。 日本正教会による用語である。新品には大きく分けて、主教、司祭タスク祭の三種がある。副タスク祭、図教者は新品に含まれない。タスク祭になる前に結婚するのであれば、正教会のタスク祭、司祭は、再退が可能である。正教会の新品は必ず、タスク祭、司祭主教の順に、女性される。いきなり主教に、 女性されることはない。稀にいきなり死災、死境になっているように見える事例も存在するが、そうした場合にも該当者を形式的には、タスク災、死災などに、一旦の武将し、数日間から数週間ほどの時間を置いている。死境の中にも総主教、不主教、大主教、主教があり、死災の中にも首死災、超死災、死災、タスク災の中にも首、タスク災、 超タスクサタスクサがある。ただし、主教、女性、被災女性、タスクサ女性はあるが、超タスクサ女性等はない。これらの細分化された異界は、女性ではなく、少女という、主教による祝福を経て実現されるものである。タスクサから被災に、女性される場合、超タスクサである必要は、全くない。むしろ、超タスクサは、長年タスクサ職を務めて、 タスク祭職のエキスパートとなっているものがほとんどであり、タスク祭職に特化して生涯を送ってきた超タスク祭が死祭に助成されることは稀である。聖協会の死祭写真の死祭のような祭福の完備は、写真撮影のためなどのわずかな例外を除き、基本的には抗議等の中でのみ行われる。首死祭首、タスク祭の数は多くない。 2007年現在の日本政教会でも、首司祭は、イウスチン、山口義人のみであり、首、タスク祭は存在しない。稀に、主司祭、主タスク祭の語字、語色が参見されるので注意が必要。首司祭は、ベテランの最大司祭が一定以上の功績によって、少女されるものであり、場合によってはその権威は、主教とほぼ同格に扱われる場合もある。首、 タスク祭は、修道タスク祭が少女されたものであるケースが多い。方針例に精通している、伝統におけるタスク祭老将の場面で美声が期待される、自給タスク祭として、長年奉職してきた等の理由から、司祭に助成されることなく、一生をタスク祭のままで過ごすタスク祭は特に、スラブ系正教会に多い。こうしたタスク祭は、功績、 年功などにより、超タスク祭に少女されることがある。時には、ベテランの超タスク祭は大聖堂における、抗議等のコーディネーターの役割を期待され、場合によっては司祭たちよりも高い尊敬を得ている、ケースも少なくない。正教会におけるタスク祭、司祭、主教の別を、単純な上下関係で捉えてはならないとされる、言説を称する一つの恒例である。 正教会の新品は、タスクサイ、司祭は結婚、再退が可能である。ただし再退する場合、タスクサイ、ノの前に行っていなければならない。信ブ後の結婚、離婚は認められておらず、死別後の再婚も認められていない。教会の指導にあたる、正教会のタスクサイ、司祭は、再退していることがほとんどである。日本正教会のタスクサイ、 司祭もほとんどが再退している。なお、主教は再退が不可能である。主教は修道士から選ばれるのが原則だからである。稀に再退者が主教に選ばれることがあるが、これは他に適任者がいない場合にのみに認められた特例である。この場合、主教に選ばれた者と妻は夫婦生活を解消し、同時に修道院に入ることが求められる。ただし、 最大司祭が配偶者と死別して、しばらくした後に、修道士となって、修道司祭となり、その後、主教となることは、あまり珍しくない。日本正教会の現在の主座主教である、ダニール主大夫主教もこのケースに該当する。修道士が、タスク祭、司祭に、助成された場合、修道をタスク祭、修道司祭となる。修道院を管轄する、修道司祭。 あるいは功績を積んだ、修道司祭は、天員、手のひら院に少女されることがある。なお、独身のタスク祭、司祭であっても、修道士となっていないタスク祭、司祭は、修道をタスク祭、修道司祭ではない。世俗にあって、制御を持ちつつ、タスク祭として教会に奉職するものを言う。日本製教会では、タスク祭のほとんどが、教会専従の職員ではなく、 この時給タスク祭である。スラブ系聖教会では、不主教が大主教の上位だが、ギリシャ系聖教会では大主教が、不主教の上位である。総主教の施設としての役割を果たすほか、エクザルフ教区を管轄する。大抵は、不主教、大主教が兼任する。ありがとうございます。